タラナ・バークはアメリカ合衆国の市民活動家、メトウ運動の創始者として有名。若い黒人女性を中心とする性暴力被害者のための活動家であるバークは2006年にメトゥーのスローガンを使い始めた。2017年にハーベイ・ワインスタインのセクハラ問題が拡散すると女優のアリッサ・ミラノがすでに同じスローガンが存在することに気づかないまま。 性暴力を受けた女性は、メトーと投稿して声を上げようと呼びかけた。メトー運動は、社会現象として広がった。タイム誌は2017年のパーソン・オブ・ザ・イヤーに、セクハラ体験を公表した人々を、沈黙を破った人たちとして選び、バークも、同号の特集で紹介された。2018年1月7日、ゴールデングローブ賞のレッドカーペットに、 女優のミシェル・ウィリアムズと共に出席した。メトー、ムーブメント・ファウンダースピークス・ツー・キャパシティ・ユニバーシティ・オブ・ミズーリ・クラウド。コロンビア・デイリー・トリビューン。2021年5月11日、閲覧。メトーの創始者タラナバークが、レープ文化と戦った20年、一過性で終わらせないために。クーリエ。2018年4月21日、閲覧。エマ・ワトソンや、 メリルストリープも、アクティビストをエスコートした女優たち、ミッシェル・ウィリアムズタラナバーク、L2018 年4月21日閲覧。ありがとうございます。